はい、こんにちは。今日は2024年9月1日日曜日午後0時50分を回ったぐらいでしょうか。はい、昨日ね、8月31日午後10時4分ぐらいに日向灘を震源地とする最大震度3の地震が起きましたね。まあ、この前ね、8月8日には宮崎市で震度5弱の地震が起きたばかりなんで、ちょっとね、怖かったですね。はい、そして今日は9月1日、防災の日ということで、今回もね、自主防災訓練、避難訓練を行っております。自分のね、アパートから最寄りの、避難所までね、ちょっと歩いてみたいなと思っております。今ね、ストップウォッチ使ってね、どのくらいかかるかっていうね、時間も、測っております。はあ、今1分ぐらい経過しました。まあね、どんな災害が起きるか分かりませんし、まあ、このようにね、スムーズに歩けることができるかどうかっていうのもね、分かりませんけど、おおよその時間、避難所まで何分かかるかっていうのをね、測っておけば、いざ何かあるときに余裕を持ってね、避難することができるんではないかなと考えております。避難所がね、この近辺に2箇所あって、小学校と、あと、国土交通省の河川国道事務所、そこが避難所になってますけど、まあ、一番最初に開くのが小学校なんですね。その後に国土交通省の河川国道事務所なんで、今日はね、小学校まで歩いてみたいと思います。まあね、こういう道はね、狭いんでね、電線が垂れてきたり、いろんなものがね、障害物があったりしたりするんで、ちょっとね、大きい道路の方に出て、そっちから避難をしたいと思います。この先正面にはね、小松川というね、小さい川があるんですが、私はね、ずっと用水路かなと思ったんですけど、マップをね、見たら小松川っていう川です。このね、小松川もね、氾濫する可能性もあるかもしれないですね。何年か前にこの小松川の改修工事が行われて、だいぶね、良くなったんで、まあ氾濫する恐れは低いのかなと思うんですが、ここ結構ね、深くなってるんで、はい、まあこれ氾濫することはないと思うんですが、この小松川が氾濫したら、あの向こうにはね、大淀川があります。大淀川と小松川にね、挟まれて、私のアパートなんかもね、結構浸水するんではないかなと思いますね。気をつけたいと思います。はい、大きな道路に出ました。大きな道路、道幅がね、広いとね、障害物もそんなに多くないかなと思うんですけれど、台風とかね、風が強い災害の場合にはね、風がね、もうすごい来るんで、ちょっと避難するのが大変かなと思うんでね、台風がやってくる前に、避難した方がいいですよね。地震とかもね、こういった窓ガラスがね、割れたりする可能性があるんで、ちょっと離れたところを歩いた方が良いかと思いますね。はあ、今日もね、暑くなりそうです。予想最高気温では35度猛暑日の予想なんですが、まあそれよりはね、少し気温が下がるのかなと思ってます。昨日もね、猛暑日の予報があったんですけど、昨日はね、33度でございましたけど、まあちょっとね、気をつけないといけないですよね。本当もいろんな災害があるから、まあ嫌になりますよね。はい、ここに標高を示す看板があります。こ
ここは標高5メートルだそうです。私のアパート付近が標高7メートルっていうとこですね。まあ、ハザードマップを見ると、うちの付近もね、0.3 メートルから3メートル程度、浸水しますという、場所なんで気をつけたいですね。3メートルっていうと私1階に住んでるんで、もう1階の部屋はね完全に水没してしまうという状況です。よっしゃと信号機の時間も含めてストップウォッチ測っております。まあ、災害の時にはね信号機も止まってるんだろうなと思いますよね。どうなんだろう。はい、信号変わります。よし行きましょう。いつものアクションカムを使ってるんで、バックパック、リュックサックのね肩ベルトについてるんでね、画面の水平が取れてないかもしれませんのでどうぞご了承ください。はい、横断歩道渡りました。まあ、どうなんだろうね。逆にこういった道幅が広い道路は風や雨がね大変ですよね。もうそうなる前に前もって避難しないといけないですよね。まあ、地震ですよね。地震がいつ起きるか分かりませんから、その時はこういった大きな道路を歩いていった方が良いのかもしれませんね。よし、いやー暑いわ。まあ、年に1回こんな感じでね、自主避難訓練を行っています。この付近はね電柱の地中化ということで電柱の数が少ないです。ですので電線が垂れて危ないということもほとんど、ないかと思います。道路標識の看板が曲がってますね。風の影響でしょうね。すごい曲がってるわ。信号待ちたった2メートル3メートルの横断歩道なんですがね、横断歩道には変わりないんで止まります。もうすぐかな。今7分、ここまで7分でございます。まあ、ゆっくり歩いてますからね。よし、変わりました。よっしゃ。この前の台風ではセブンイレブン、ローソンはね完璧に開いてましたけど、セブンイレブンがね閉店するお店があったり、閉店しないで営業するお店なんかありましたね。ローソンは開いてましたね。ファミリーマートは行ってないんで分かりませんけど、まあ、店舗によって対応が分かれてましたね。あ、ほらバス停の看板も落ちてますね。この付近ねえ、まだ台風の被害があります。なんかね情報によるとこの付近も竜巻のような突風が吹いたみたいということで、今から向かっている、ね、避難所の小学校もね突風の被害があって、まあ、大きな木がね倒れたりかなりな被害が出たようで、今週末、まあ、明日から学校再開するために、先生方がね出て復旧作業をね行っているという状況でございます。今日も復旧作業やってるのかな。邪魔しないように
撮影したいと思います。というか学校の中には入りませんからね、校門の前で終わりにしますんで、裏道を通れば割と早く行けるんですけど、裏道はね、さっき言ったように狭いし、物が倒れたりねしてると通行できませんからね、やはりこの大きな道路の方が安心感がありますよね。まあ、しかも昼間の避難ですからね、夜はもう避難できませんから、そこは注意しないといけないですよね。ここ曲がっても行けるんですけど、曲がっていこうか。はい、ちょっと狭い路地に入ります。はい、目の前小学校です。もう小学校に入りました。もう正面が避難所の小学校です。ここね、私ね、小学校の5年生小学校3年生から5年生まで2年間この学校に通いました。まあ、この付近懐かしいですね。いつもこの付近で遊んでました。はい、校門に着きました。ここですね、ここが避難所の学校です。そこに書いてますね。よいしょ、ここに書いてます。この土地は標高 6.8 メートルですということでございます。はい、ストップしてみましょう。はい、ここまで11分55秒でございました。はい、まあ、信号待ちなんかもあったんで、まあ、それ引いたら、まあ、10分程度で避難ができたんではないでしょうか。はい、ということで今日はね、9月1日防災の日ということで、今年も、自主避難訓練をね、行いました。まあ、実際はね、どういった被害が起きるか分かりませんから、まあ、常日頃からね、ハザードマップなんかの情報でね、素早く避難ができるかをね、確認した方が良いかなと思っております。はい、ということで今回この件で失礼します。皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。